もバナナです。今回なんですけども、不思議バナ EX とスリーパーを使った外役型不思議バナ EX デッキね、使っていこうかなと思います。このデッキなんですけど、不思議バナってね、もう立ったら最強なんですよ。三進化なんでね、ちょっとね、立つまで時間がかかるんで、スリーパーで相手を眠らせまくってベンチで不思議バナを育成して、不思議バナを出してジャイアントブルーム、これね100点出しながら30回復できるんですよね。で、不思議バナも HP190 あって、エリカとか傷薬で耐久しながら、あとはスリーパーの特性眠りの振り子で眠らせて、もうジャイアントブルーム100点を連打するっていうね、もうめちゃくちゃね害悪なデッキになってますんで、ぜひね皆さん使ってみてください。一応ねこれエネルギー、超エネルギーね採用してるんですけど、最近ねプテラでね、不思議バナ EX をですね、あの山札に戻されるという事案が発生してますので、まあこれね、スリーパー特性しか使わないんで、エネルギー事故ね起こしたくない人は、まあ、草エネだけでもいいのかなとは思うんですけど、不思議バナ EX ね結構偉くて、無色エネルギー2個でもね全然ジャイアントブルームに繋がるので、まあ、超エネルギー採用してもね、エネルギー事故っていうのはなかったんで、まあ、ぜひね、このエネルギーに関してはね、ちょっと皆さんでいい感じにね、調整していただけたらなと思います。よろしければね、年内チャンネル登録者5万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう！ Let's go！ さあ、対戦の方よろしく不思議だねでやっていきましょうか。さあ、オープニングハンドなんですけども、不思議だね、不思議そう、夏目博士の研究部、モンスターボールでね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。ハンドもね、かなりいいね。さあ、ガルーラ来たか。ガルーラやばいんだよな、こいつ。コイント数は触れると、ちょっとね、ワンパンされる可能性がありますよと。さあ、一旦不思議だね、置いといて、さあ行きましょう。モンスターボールで多分だけど、スリープもう確定ですので、博士の研究でスリーパー持ってこれれば、かなり盤石な布陣を、まあ、敷くことができますよと。さあ、スピーダーと、スリーパー強い。これで相手がレッドカード打ってきたら、俺はもうモニター叩き終わるんだけど、そう、コイン2回投げてかける30ダメージ博士の研究2枚ドロー。ガルーラマジでロマンあるよな。1エネでこれできるからな。マジで強えわ。さあ、ピヨピヨパンチ！さあ、相手自然エネルギーなんだ。不思議丸とか入ってんのかな、相手も。さあ、コインを2回投げて、やばいよこれはまずい強すぎる！危ねえ！これ、不思議だれじゃなかったら耐えてなかったぞ、おい！おい、これ普通に60のポケモンだったら死んでたからね！怖すぎるから！普通に、やめてもらっていいか、工藤。頼むよ！これ、不思議層一旦ベンチにつけるか。もう、この、バトル場の不思議種には、ちょっともう壁になってもらうしかないかもしんないね。さあ、スリーパー。そして、モンスターボールでもう一枚のスリープを持ってくることができますので、さあ、こいつのスリーパーもかなりコスパいいですよね。一進化で、特性眠りの振り子でね、相手を眠らせることができないんですよね、と。はい、もうピヨピヨパンチで、まあでもこれ逃げるかも。逃げるしかね、逆にスピーダーのトップナイスだったかもしんないですね。これで不思議そうに、いや、スリーパーにスイッチか。一旦スリーパーにスイッチしておきましょう。スリーパーもね、逃げにに必要なんで、ちょっとね、あれではあるんですけども、まあ、時間をね、稼いでもらうしかないので、さあ、相手も、不思議バナを入ったデッキかな。ガルーラで、まあ、あ、でもガルーラやっぱ強いね、そう考えると。1エネピヨピヨパンチで60点出せるんでしょ、火力。普通にエグいよな。おし！あーし！まあまあ、そうだよ。毎回そんな上振れられたらね、困りますからね。さあ、0点ダメージ。この時間稼ぎ相当強い。さあ、エリカ。さあ、エリカのおもてなし。これはもう眠りの振り子って言ってる人もいますな、これは。さあ、不思議草はまあ N4 つけといて、不思議バナ EX を引いた時に、まあ100点ダメージプラス30回復のね、あの大技をね、打てるようにしておきましょう。ナイスコイントス。これで一応ガルーラを眠らせることに成功しますよと。だけど、これ相手のコイントス次第では起きるんだよね。起きなかったらまあ最強という人もいたんだけど、まあ起きない完璧です。ここで遅延していこう。スリーパーで遅延して遅延して時間を稼いで稼いで稼いでの不思議バナですからね。で、これ、不思議バナミラーはスリーパーの差で勝てるんですよ。これ回復合戦になるんだけど、
スリーパーの眠りの振り子で相手の主義花 EX を眠らせながら、こっちは100点ダメージ与え続けられるんで、これスリーパーの差で勝ったっていう人もいますけどね、これね。さあ、眠りチェック !OK! ナイス!うらー!いや、これコイントスで差をつけていいから。さあ、博士の研究!世界で一番欲しかった研究成果。さあ、博士の研究のワンドロー、そしてワンドロー、完璧なドローじゃね?スリーパー2枚耐性。さあ、ここでスリーパー2枚耐性を引くことができますので、眠りの振り子を2枚発動させることができますよと。いや、これどうしようかな。スリーパーの逃げ入れもね、ちょっと確保しなきゃいけない段階にはなってきてるので、さあ、どうしようかなとは。いや、でも一旦これ不思議花に3エネつけとこうか。スピーダーをね、持ってきてくれると結構熱いっていう話はあるんですが、さあ、スリーパーの眠りの振り子で、まあ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 、裏だけども、まあ相手も起きてねえからな。もう一回ちょっと眠りの振り子打ってっから。一旦これは乱数調整の振り子で、あ、まあまあ、ここで2回外したことによって、次、成功するよっておばあちゃん言ってましたからね。うん。で、これ相手が失敗してくれたら結局起きないので、相手のコイントスに全てをかけるってわけ。いや、マジで強い。本当にスリーパーの特性が強い。眠りの振り子マジ環境トップなんじゃないか、これ。えぐい。えぐみ沢。ストライクとかも入ってんだ。なるほどね。さあ、不思議そうに3エネつけて、葉っぱカッターは打てますよと。さあ、不思議花 EX。さあ、相手も、不思議花になって、でもガルーラが逃げ入れ3必要なんすよね。なんで結構だるいっていう人もいます。さあ、一生寝てるのはこのガルーラ。もう冷めなくていいんだが。さあ、不思議花 EX。不思議層2枚目が欲しいですけどね。さあ、ここでスリーパーにつけていきまして。これね、意外とむずいんすよねと。夏目引けてるんで。OK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 。夏目を引けてるんだよ。これで駆け引きができるんですよね。逃げるじゃん。不思議花逃げて、不思議花に多分変えてくると思うんだよ。夏目打ったら、ガルーラが不思議花 EX になるんで、こっちも、スリーパーから不思議花 EX に変えて、眠りの振り子で相手のバトル場に出てきた不思議花を眠らせて、ジャイアントブルームで100点与え続けて、相手の不思議花だけ壊滅させるっていう動きができたら、まあ、かなり不思議花ミラーは有利に戦えますよと。さあ、ポケモンの眠りチェックが入ります。これ一生寝てるけどね。まあまあまあ、そろそろ起きてもね、いい頃合いだったんで、まあ起きましたよと。さあ、トップが傷薬。傷薬とエリカの枚数大事なんでね、この不思議花ミラーは。さあ、ここでスリーパーに逃げて、スリーパーから不思議花 EX に逃げますよと。で、これね、夏目打つか。夏目打って、相手が不思議花 EX に変えてきたところに、眠りの振り子を全振りして、こっちのジャイアントブルームを先当てするっていうね。で、こっちエリカも傷薬もあるんで、割とダメージレース負けない気がするんだけど、どうなんだろうか。多分不思議花出してくると思うんだよ。いや、でもさすがに誘ってんじゃんって。さすがに不思議花誘われてるの分かってっかな、相手も。いやー、まあまあまあ、さすがにそうだよな。眠りの振り子警戒してくるよね。でもこっちエリカ持ってるし、結局スリーパーで一回不思議花眠らせれば、逆転できるんで、いやー、ここでジャイアントブルーム打ってもいいかな。あ、でもごめん、打てなかったわ。あ、葉っぱカッターで、感じか?そうだよなー。そう、危ね。よかった、これ不思議花出されたら結構危なかったな。そうだ、危ね。ジャイアントブルーム4円に必要だったわ。危ね。結構不思議花出されてなくて助かったって人もいますね、これね。あー、まあでも結局意味ないか。スピーダーで逃げられて。なるほどね。不思議花にされてジャイアントブルーム先に撃たれそうっすね、これは。はい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 。じゃあこれはもう、スリーパーゲーですよ。で、相手ハンド多いんで、相手も多分、あれなんだよな。あー。これどうなんだろう?さあ、相手が、ジャイアントブルーム100点打たれます。で、だけど30回復できて、エリカで50回復するんで、80は回復できますし、さあ、不思議層。これ2体目の不思議花 EX の、まあ、育成もできそうですよねと。さあ、不思議層に進化。眠りの振り子をですね、これ打てれば、だいぶ熱いんですよねと。
ここで眠りのフェイコ成功したらガチ熱くない？最後眠りのフェイコ、なんでこういう時に外すんだよ。でも2枚ありますよ皆さん。何のためにスリーパー2体ベンチに置いてるかっていう話なんだよね。ねえスリーパーさん、いいって、そういう取れ高いらないって、そういう取れ高はほんまにいりませんって。これで眠らせてたら勝ったっていう人いましたけどね。いやマジっすか、頼むって。本当にマジで言ってんの？夏目か。あーでもまあスリーパー行ったら削ってくるって感じかな。んじゃ相手は。いやでもこれ不思議そうに、いやもったいないよな。でも結局こう、いやでもどうなんだろう、これ不思議そうを犠牲にするっていうさ、拓でもよかったのかもしんないよな。むず。いやポケポケ奥深えな、このゲーム神ゲーか。やっぱスリーパー似たのが強かったよね。コイント数下振れなかったら。まあ、しゃあないですね、これは。で、こっち、榊とかも入ってないんで、純粋なダメージソースで、眠らせて勝たなきゃいけないんだけど、さあ、不思議花、EX、爆弾。さあ、エリカ、ああ、でも、そのエリカめちゃくちゃ強い。そのエリカめちゃくちゃ強いっていう人もいるね。で、2体目の不思議花 EX の育成を始めましょう。これ、マジでロングゲームになるな。頼むよ、マジで眠らせようぜ。一旦ジャイアントブルーム打って、100点ダメージの30回復。で、次スリーパーの得点、眠りの振り子って、あーやんま、そっか、やばい、振り子を忘れた、もうそっか、攻撃してから得点使えねえんだ。もう、やばすぎ、大プレミした。まあまあ、コイントス失敗したと思えばいいわ。まあまあ、コイントス失敗した、みんなこれ。コイントス失敗して起きた。と思う。やらかしたって、マジか。これ、振り子打ってたらね。いやー、そっか、特性先に打たないとね。これ、癖づけよ、みんな。これ、癖づけなきゃいけないからね。ほんとに。さあ、ジャイアントブルームの100点。だから、エリカないのかな、相手。だったら、不思議花を取ることはできますよ、と。で、こっち、エリック、いやー、もう、無限耐久不思議花編。これ、煉獄さんもびっくりだぜ。で、不思議花 EX 取ることができますので、2枚サイド取って、でスリーパーで、あとは粘るしかない。リーサルはないので、相手こっちの不思議花 EX を取れないの で次、傷薬プラスジャイアントブルームで70回復できて、スリーパーでこの2体目の不思議花を眠らせることができたら勝ちです。頼むよ。いややっぱね、コイントスをね絡むんでね、ちょっとあれなんだけど、相手落ちたか、復帰を待っています。ああ、復活したね。さあ、夏目強そうの夏目。行かれてんだけど、普通に。だから逃げられますね。三ゲネつくん、三ゲネなんで。さあ、ジャイアントブルーム。逆にここでジャイアントブルーム据えたのでかいけどね。さあ、あとは眠りの振り子です。ここで眠りの振り子を成功させたら、ああ、やっぱスリーパー強えなと。スリーパーの差で、不思議花 EX ミラー勝ちましたねってなるからね。スリーパーさん頼むよ。スリーパーさん頼むよ。スリーパーさん、スリーパーさん、相手夏目2枚使ってるんで、もう交換されることはないので。だからこのジャイアントブルーム先に打てたのは、だいぶ熱いっていう人もいる。頼むよ、スリーパー。スリーパー、マジでさ。さ、モンスターボール。さあ、何を持ってくるのかと。ストライク。さあ、これはぶっちゃけ、でもこれね、むずいっすよね。さあ、まあまあ、エリカ持ってるに決まってるからね、そのハンドは。そのハンドの多さはね、回復がいっぱいいるって言ってるから、どっかでスリーパー一回成功させて、眠らせて、こっちがね、やっぱダメージのアドバンテージを取らなきゃいけないんですよ。そうしないとかなりきつい。さあ、もう山札もないのでね。さあ、不思議花の2体目の育成をする暇が果たしてあるのかどうか。頼むよ、ここで眠ってくれたらマジで熱いからね。もう終わったー、きついよー、どうしてたよー、スリーパー、まずいよ、それは結構まずくね。
想定外すぎる。で、相手がこれエリカ持ってたらやばい。持ってるもんな、絶対。てか持ってないわけねえんだもん。だよね。だって山札もないし、エリカ1枚しか使ってねえんだもん。で、100点飛んでくんじゃん。頼む。スリーパー？わかるよ。今まで外してたのは、最後に成功させるためでしょ。知ってるよ、俺。お前信じてるからの、俺。これ、スリーパーを、全力で信じる。ここで寝なかったら、てか負けなんだよ。ここで寝なかったら負けだからね。頼むよ。よーし！よくやった！あ？で、起きんな。で、起きんな。起きなければいい。ここでね、30しか回復できないんで、頼む、起きなかったら勝ち。スリーパーの差で勝ったんだ。な？俺たちはスリーパーを入れてたおかげで、勝ったって言えるようになろう。さあ、世界で一番大事な眠りチェック。よーし！勝ち！これが、スリーパーです。エリカはもうない！よし、降参ということで、ナイススリーパー。スリーパー、愛してるぜ。タイトルショー！さあ、対戦の方よろしく、不思議だねでやっていきましょうか。さあ、オープニングハンドなんですけども、不思議だね、エリカスリーパースリーパー、不思議花 EX でね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。さあ、相手はニャースか。何のデッキなんだろうな、ニャース。今、いろんなデッキにね、ニャース入ってますからね。猫に小判、10点ワンドロー、唯一無二の技ですから、マジで強いんだよな。本当にね、今後、ドロソっていうかね、進化ポケモンを持ってくるグッズだったりとか、サポーターが欲しいっすよね、マジで。さあ、小股な、そして、チラーミ。ノーマルデッキなのかな？さあ、博士の研究の2ドロー。博士の研究マジぶち壊れてるからな、こいつ。ゼロマナ2枚、レッドカードだけど、これありがとうのレッドカードまであるぞ。だって俺、進化ボード1枚も持って、スリープ、そして、不思議なると、傷薬か。まあ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 。でさ、秘密の琥珀デッキだ。これね、三進化デッキの天敵なんだよな。なぜかというと、不思議花にしたとしても、プテラの、ニエネの技で、山札に戻されんだよ。マジで発狂もんじゃない？三進化ってどれだけ大変か分かりますか、プテラさん。稼ぎにしてやるぞ、ほんとに。さあ、ニャース。さあ、猫に小判、10点ワンドロー。これマジで強えんだよ、10点ワンドローが。さあ、猫に小判で10点でワンドローで、秘密の琥珀からプテラになる可能性が全然あります。さあ、不思議そう！不思議そう！そして、スリーパー！完璧なムーブです、これ。で、スリーパーで、一生眠りの振り子っていう人もいます、これ。眠りの振り子でニャースを眠らせながら、不思議花にしていこう。OK です。ナイス。で、プテラも一生眠らせといて、不思議花の、まあ、100点ダメージの技ありますからね。100点30回復っていう、もう馬鹿げた性能がありますから、表なんかーい！まあまあまあ、しょうがないね。これね、本当に起きられるのはもうしょうがないわ。相手が主人公だったらどうしようもない。さあ、チラチーノからの博士の研究2枚だろう。相手、潤沢だな。レッドカードも売ってきて、博士の研究も売ってきて、さあ、切り刻んに進化もして、チラチードにも進化にして、そして今度、プテラにもなろうとしている。辛すぎるんだが、あまりにも。さあ、これは、猫に小判10点パンチャーが、まあ、葉っぱカッターは60点でワンパンできるんだけど、このままプテラにね、でも、あれか、まだ、エネルギーがついてないから、確かね、プテラの技って逃げね、必要だったはずなので、トップ！おい、ブテラキ不思議花 EX！ 完璧ですね、これは。ここで不思議花 EX に繋がりますと。で、ここで葉っぱカッター60点で倒すことができますよと。で、次にジャイアントブルームっていうね、100点プラス30回復の技をね、打てるようになりますので、これね、不思議種はね、出さなくていいかな。夏目とかでね、引っ張り出されるのも結構めんどくさいからね。とりあえず、ニャースは倒しておきましょう。で、何が問題って、プテラが来ることなんだよね。多分ね、そんだけハンドあって、プテラ引いてないことなんてないと思うんだよ。なんで、これ、秘密の琥珀って前に出せんのこれ。琥珀のね、俺、リアルなポケモンカード、あんまりね、やってないから、これ、秘密の琥珀がどんな感じなのかちょっとわかんないんだけど、タイムリミットがね、かなり迫ってきてますが、お相手かなり悩んでいる様子ですが、切り刻ん70点。だから、切り刻んのこのメタルクローン70点は、絵についてないから。で、さあ来たね、プテラ！プテラ進化！で、ここで絵につけて、
切り刻ん倒したらってことでしょ。いやーこれね、コインゲーです。みんな見て、これコインゲーですよ。コインゲーになってしまいます。ほらコインをね、一回だからしかこれ一回だけって表なら、あー夏目漱石、夏目打ってさ、これプテラ出してくれるわけないもんな。結局一緒だよな、夏目打つ必要。これね、コイントスで勝ったら勝ちなんですよ皆さん。コイントスで相手がプテラミスったら 100% 勝つ。2分1かけるか。夏目打ってもどうせチラチーノとか小刀でなって、結局こっちがジャイアントブルームで倒してってなるんだよな。さあこれ一旦ジャイアントブルームで倒していくしかない。コイン、いやプテラ強くね、マジで。やってること犯罪だけどね。三、いやー三エネの三進化のさ、ポケモン戻しちゃダメだろプテラさん、頼むよ。さあだからもうこれコイントスにかけるしかねえわ。これどうあがいても多分もうプテラのコイントスは多分避けられねえわ。さあスリーパーのね特性を使えない状況。さあここでプテラにスイッチしますと。さあ原始の羽ばたき頼む。こいつマジで強いんだけど、やーばーい、頼むよマジで。たこれ逆にこれ本当に勝負を分けるからね。さあ原始の羽ばたきダメージはありませんが、不思議花を戻される可能性がある、頼むよ。よーし、これは勝ちです、これは勝ちました。対戦、あー危ない、逆だったかもしれないからねこれ本当に。対戦しよう。さあ対戦の方よろしく。スリープでやっていきましょうか。朝オープニングハンドなんですけども、博士の研究不思議花モンスターボールエリカでね始まった先行です。そして欲しいのはまあモンスターボールで不思議種持ってきて不思議草不思議花ってするのがまあ理想っちゃ理想ですね。さあカラカラデッキだ。さあカラカラもね、マジでコイントスで160点出るから、マジで強えんだよ。さあ、モンスターボールでこれで何持ってこれるかさ、不思議だね、持ってきましたね。ワンチャンスリープ持ってくる可能性もあったんで危なかったと。で、モンスターボールでデッキ圧縮してからの博士の研究、エリカ不思議草強いな。あと、スリーパーを引けたら完璧ですね、と。スリーパーで眠らせながら、しかも相手草弱点なんで、100億%ね、これ、不思議花に進化したら、勝ちですと。勝ちっていう人もいますので、まあ、しっかりと集中して、引いていこうか。トップ勝負、右手が光ったものが、まあ、勝ちますからね、このゲーム。さあ、そして、博士の研究のワンドロー、ワンドロー。相手がプレイ中なので、さあ、カラカラ。これで、まあ、どこにエネルギーをつけてくるかですが、まあ、カラカラの育成をするということらしいですね。さあ、夏目。夏目はぶっちゃけあれですが、不思議草がね、いや、これ不思議草引けてんの本当にでけえよ。これだって、不思議花 EX にドストレートで進化できるのであれば、あんまりスリープの特性使わなくても、そのままね、ジャイアントブルームでゴリ寄せるんですよ。正直ね、不思議花体力多いし、毎回30回復するんで、取れるデッキがほぼほぼ限られてる。ミュウツーも相当きついからね。いや、で、エリカの50回復もね、本当に強いので、割と無限耐久できるね、カードパワー持ってますから、骨ブーメランね、フルパワーで食らっても全然耐えますからね。逆にこれさ、スリープが、お亡くなりになるんですよ、これ。一回でも表出されたら、死ぬんすけど、大丈夫かこれ。あーおおおいけるか。あー無理か。でもさ、これさ、コスパいいよな。2エネで80点ほぼほぼ出るって考えたら、マジでね、コスパいいポケモンなのかもしれませんね、と。さあ、不思議そう。で、バナバーナになって、しかもこれね、弱点属性なんで、正直葉っぱカッターでもね、結構辛いっていう人もいますね、これね。さあ、行きましょう。不思議バナ EX にさ、ここ進化、ギャラクティーボルテックス完璧ですね。で、有利なんですよ。これ弱点ついてるんで。で、これ、不思議種ね、出した時になんか夏目とかで引っ張り出されるとね、逃げるのめんどくさいので、
ここはもう不思議花一体、要塞ですからね、こいつ。最後の砦。サンドパン。これね、骨ブーメランが不発する可能性も全然あるからね、コイントスなんで。確定80点じゃないんで。一回表は出さなきゃいけないので、俺ね、ガラガラ EX でめっちゃ使ってたからわかるんだけど、そう、結構ね、これ、下振れるんですよ。はい、ありがとうございます。はい、0点ですと。このね、時間稼ぎ相当でかいよ。で、エリカ2枚に傷薬今トップしましたからね。で、ジャイアントブルームで毎回30回復できるようになるんで、次のターンから。ほぼほぼガラガラ EX に勝ち目はないんじゃないかなと。葉っぱカッターの60点で、これでだいぶガラガラ削れるんで、次のジャイアントブルームでワンパンなので、これはね、夏目、いや、打たなくてもいいよな、夏目は。夏目打って、倒して、次ガラガラ EX 確定。いや、でもな、どうなんだろうな、まあ、打たなくてもいいかも。普通にここにガラガラ与えて、まあ、骨ブーメランで160飛んできたとしても、ジャイアントブルームと、エリカ傷薬でなんとかなるし、こっからもう負ける世界線が見えないかもしんない。多分、不思議花 EX は取られないかなとは思うけどね。ファイヤーデッキとかね、リザードンデッキとかだと結構不思議花きついんだけど、まあ、弱点ゴリゴリなんでね。それこそやっぱスリーパーとかで眠らせることによって、なんとかしのげるようになるので、まあ、完全に有利ついてるデッキにはね、スリーパーなくても、まあ、ほぼほぼ勝てるんじゃないかなと。で、これ一回だって、まあ、そうなんだよ。こうなるそれ全然あるから、やっぱ、コイン絡むと、マジでこういうの、まあ、全然あるからな。で、これでもう0点なんで、あとジャイアントブルーム連打して、勝ちですよ、ということで、いや、不思議なエクス、マジ強えな。タイトルシュー